皆さんこんにちは。この映像はオンラインでお楽しみいただける日産リモートプレゼンテーションです。あたかもギャラリーでご覧いただいているかのような感覚になれるカメラアングルで日産キックスの魅力をご紹介します。どうぞ最後までお楽しみください。さてお客様、あちらの車はもうご覧になりましたか？あちらは発表になったばかりの日産キックスです。ご覧の通り、アクティブで精悍なデザイン、そして快適な室内空間、さらに E パワーを搭載し、力強い電気の走りを兼ね備えた今までにないコンパクト SUV です。そうなんです、ついに SUV も電気で走る時代がやってきました。電気の力で SUV の新たな可能性が広がります。一気に加速する爽快な走りも、さらにその先に待つアクティビティにも新たなワクワクが広がります。そんな日産キックスの魅力をご紹介します。さあどうぞ車の近くにお越しください。お足元ご注意ください。まず最初にご覧いただきたいのが、心を沸き立たせる洗練されたデザインです。こちらのダブル V モーショングリル、ブーメランシグネチャーを採用した LED ヘッドランプが精悍で力強い印象的なフロントマスクを演出。また特徴的なデザインのフローティングルーフはスタイリッシュなフォルムをさらに際立たせています。普段行かない場所にも足を伸ばしてみたくなるようなアクティブなデザイン、気に入っていただけましたか？続いてドライブの気分を高めるアクティブでスタイリッシュなインテリアをご紹介しましょう。こちらですね、ご覧ください。こちら、インパネと一体となったシームレスなデザインのナビモニターは、高級感と操作性の良さにこだわりました。ご覧のように、シートをはじめ、室内は高品質素材と細部にとことんこだわって作り込んでいます。インテリアのツートンカラーが、上質さをさらに際立たせます。ちなみに、お客様はどんな色がお好みですか？日産キックスは、全13色をラインナップ。お客様の個性や好みに合ったボディカラーをお選びいただけます。ではこのまま後方も一緒に見てみましょう。こちらですね。続いてこちら、クラストップの2室容量を誇るラゲッジルームも魅力なんです。ご覧ください。9インチゴルフバッグなら3つ、大型のスーツケースも2つ積むことができます。ご覧のように競合車と比べても圧倒的な広さ。そして日産キックスはこのようにラゲッジ側から簡単に後席を倒すことも可能です。使い勝手の良い分割シートで、例えば後席に1人乗っていても片方のシートだけ倒して長いものを乗せることもできますね。そしてこのラゲッジルームだけでなく、日産キックスは後席もすごく広いんです。ということで、お客様に実際に乗り込んでいただきたいと思います。ではぜひ後席へお乗り込みください。お客様いかがですか？日産キックスは足元スペースだけでなく、こちら頭上スペースにも今までにない広さを確保しました。このクラスの車では考えられなかった広さですよね。そして周囲を見渡していただくと、この後席からの視界の良さがお分かりいただけるかと思います。このように同乗者にも心地よい開放感を味わっていただけるんです。こちらドアを閉めます。そしてなんといっても日産キックス最大の魅力が、日産の先進技術 E パワーがもたらす力強い電気の走りと運転の楽しさです。 E パワーの魅力はあちらのパッドモデルでご説明しましょう。
では私についてきてくださいね。ではまたまたこちら段差ご注意ください。では移動の間にその他の日産キックスの先進技術についてご紹介します。まず先進運転支援技術プロパイロットはスイッチ一つで高速道路でのアクセル、ブレーキ、ハンドル操作を車がサポート。ロングドライブや渋滞の時に疲労を軽減し、とても頼りになるんです。インテリジェントアラウンドビューモニターは自分の車を上から見ているような映像で車庫入れや縦列駐車をサポートします。他にもインテリジェントエマージェンシーブレーキや踏み間違い衝突防止アシストなど数々の先進安全装備が常に安心感を与えてくれます。これら日産インテリジェントモビリティの様々な先進技術はぜひ後ほどウェブページでもご確認くださいね。ではお待たせいたしました。日産キックス最大の魅力である e パワーの走り、その仕組みをご紹介しましょう。 e パワーはガソリンエンジン、発電機、大出力モーター、インバーター、そしてこちらバッテリーから構成されています。従来型のハイブリッドシステムとは違い、 e パワーではエンジンは発電用としてだけ使用するため、タイヤとは直接つながっておらず、走行は電気自動車と同じように 100% モーターで駆動します。充電がいらない電気自動車といったところでしょうか。このインパワーはすでにこちら、ノートやお隣、セレナに搭載され、大変ご好評をいただいています。では私についてきてください。さて、そんな大好評の e パワーを今回この日産キックス専用にチューニング、加速性能や静粛性をさらにアップさせました。例えば加速性能は 100% EV に匹敵する力強さを感じていただけます。アクセルの踏み込みに応じてスムースに加速するあの感覚、すっごく気持ちいいですよね。そうそう、アクセルペダルだけで運転できるのも爽快ですよね。お客様はもう体験なさいましたか？アクセルペダルを戻すだけで強い減速力が発生する e パワードライブは、渋滞時やカーブの多い道など頻繁に加減速が必要な時にとっても便利です。私も体験したんですが、ワンペダル感覚の運転の楽しさ、もう病みつきになっちゃいました。さらに日産キックスは e パワー史上最高の静粛性も実現。静かで快適な走りで、ドライブ中の会話や音楽も一層楽しめます。なお、この e パワーは全車種標準装備です。さてお客様、いかがでしたか？日産キックスの魅力、感じていただけましたか？この機会にぜひご検討いただければと思います。進化した e パワーの魅力は、実際に走っていただくのが一番お分かりいただけます。もしご興味があれば、ぜひご試乗をお勧めします。ご試乗につきましては、こちらの日産グローバル本社ギャラリーや、お近くの販売店へどうぞお問い合わせください。そして、私たち日産 PR スペシャリストが、日産キックスについての皆様からのご質問にオンラインでお答えするという、これまでにない取り組みも実施しています。詳しくは、当ギャラリーホームページをご覧ください。それでは本日は日産リモートギャラリーへのご来場、誠にありがとうございました。またのお越しを心よりお待ちしております。Hey everyone, this is the Nissan Kicks, and it just might be the perfect compact SUV. Best in class fuel efficiency with styling that gets a double take. Room for your whole crew.And some of the latest connectivity and safety technology. Let's take a look. Kicks is all about making a statement. It has its own style everywhere you look, inside and out. From a bold front end
to the two-tone colors that really shows off floating roof design. LED tail lights to available 17-inch alloy wheels. It's post-worthy. Kicks has loads of cargo space to bring what you want and keep it out of sight. Let's see how much fits inside. The tailgate swings up high, and there's a wide opening with a low floor for easy loading. And when you're carrying valuable gear, this cargo cover helps keep things out of sight. Airport run? With just a couple of snaps, the cargo cover comes out quick to make room for other items. You can carry all these bags. If you've got a bike, you'll love this. Flip down the rear seat. Kicks fits your bike and your gear. And Kicks is a great size, perfect for slipping into tight parking spaces or city traffic, yet it's got plenty of room for up to five. Unexpected things happen, so Nissan gave Kicks lots of high-tech safety features that can help look out for you. You get six safety technologies that monitor all around, and they're all standard. Let's take a look at a few of them. If it senses a possible living, or if you don't see a large stationary object when you're backing up, Kicks can sense it, help you stop, and avoid or mitigate a costly collision. Rear traffic alert, warning you about car detected creeping up from either side. Advanced tech also makes every day easier. In a vehicle's landscape, it's easy to see. Overhead and curbside views help you slide in more confidently. Intelligent around view monitor can even alert you if something or someone is near the vehicle. Kicks is loaded with tech to make your life easier. Who likes to get into a freezing car on a chilly day? Nobody. With Kicks, you can remote start the engine. And it will even warm up in front seats and steering wheel. We carry some of the most advanced tech with us every day. With standard Apple CarPlay, there's no need to learn a whole new system when you get behind the wheel. Apple Maps is your go-to for getting around. Or choose your favorite third-party navigation app, like Waze. Choose how you jam, how you connect. Call Charlie. And check this out. Bose Personal Plus audio system with a speaker built right into the driver's headrest. It's the closest thing you can get to driving with headphones. And you can adjust the system to share the sound. There are even three USB-A and one USB-C ports to keep everyone charged up. Here's another great solve. Kicks customizable display. You can customize the display the way you want. You can move your music over here, and that lets you have your map over here on the big screen full time. You can even show your text alerts. Move the music and see the driving aids. Drive computer, fuel economy, even tire pressure. And if you have a low tire, no problem. Kicks has easy fill tire alert. It gives you a friendly warning when your tire is not going to be three beeps if you've overfilled. Great looks, super efficient, and loaded with tech and smart solves, the Nissan Kicks is the perfect compact SUV that makes every drive a thrill. Kicks e-Power オンライン発表会をご覧いただきましてありがとうございます。新型コロナウイルスの影響が今なお続いておりますけれども、一方で経済の回復ということに向けて企業も活性化させていくというのが社会の一員としての、まあ、日産の使命でもあります。新型コロナウイルスと共存する新しい生活様式において様々なニューノーマル、が確立されておりますけれども、日産自動車も規制概念にとらわれず、あらゆる領域でこれまでにない取り組みを行っていきたいと思っています。本日もオンライン中継ならではの企画として、今まで新車発表会ではなかった日産の3つの拠点を生中継でつなぎ、今まではお伝えしきれなかったような商品の魅力を、普段は一般公開していない日産の秘密基地を、と結びながらですね、スペシャルな映像とともにお届けしたいと思っています。さて、先日発表いたしました4カ年の事業構造改革、日産ネクストですけれども、改めてここ日本を、日産自動車にとっての重要なコアモデル、コア市場の、一つというふうに位置づけまして、
電動化と自動運転技術、これを強力に推進していくと、いうことを発表いたしました。2023年までに新たに電気自動車を2車種、それから e パワーを4車種、日本に投入していきます。で、これによってラインナップを拡充し、ますます、日本市場にとって魅力的な日産自動車というふうになるように、我々も自動運転化技術、それから電動化技術のリーダーとして市場を牽引していきたいというふうに思っています。その、この新型車、新型の SUV のキックスイパワーですけれども、その先陣を切るニューモデルとして、日産独自の電動パワートレインである e パワーと、それから運転支援技術であるプロパイロットを搭載しております。日産インテリジェントモビリティを余すことなく表現している商品になっています。日本市場において10年ぶりのブランニューモデルということで、このキックス e パワーは日本はもちろん、世界の多くのマーケットで人気のセグメントであるコンパクト SUV というところに満を持して投入することになります。このままで終われるか、超えてやろうじゃないか、あるはずだった未来を、日本の皆様に元気と勇気をお届けできれば幸いです。それでは、デザイン責任者の入江が日産グローバルデザインセンターから、この先進的でアクティブそしてダイナミックなデザインの魅力についてお届けいたします。入江さん、よろしくお願いします。星野さん、ありがとうございます。キックス e パワーデザイン責任者の入江です。今日は普段めったに一般の方にはご覧いただけないリアルなデザインの現場から特別にライブ映像で KICKS e-POWER のデザインの魅力のすべてをお伝えしたいと思います。それでは早速中に入ってみましょう。KICKS e-POWER では多くのデジタルツールを使ってデザイン開発してきました。その中でも代表的なのがこの巨大スクリーンに映し出されるデジタルでの KICKS e パワーです。KICKS e パワーのデザインは、その使い勝手の良い大きさや、スリークで躍動感あふれるスポーティーな外観でありながらも、室内の快適性をきちんと確保したルミネス性を兼ね備えたプロポーションが魅力です。そして KICKS e パワーでは、計13色ものカラーバリエーションを取り揃えました。その中でも代表的なのが、こちらの4色です。オレンジ黒のツートンカラーと黄色のモノトーンカラーの KICKS e パワーは躍動感あふれる若々しいダイナミックな e パワーのパフォーマンスを表現してデザインしました。また赤黒のツートンカラーと白黒のツートンカラーの KICKS はもう一つの e パワーの性能である静粛性をイメージし、コンパクトでありながらも一つ上のクラスを感じていただける大人のプレミアム感あふれる色合いのデザインが特徴です。そして何といっても、KICKS e パワーの最大の魅力は、このフロントマスクです。日本の皆様に親しみを感じていただけるために、私たちは2つのテーマで取り組んできました。その1つ目が、若々しい躍動感あふれるダイナミックさ。そしてもう1つ目が、e パワーにふさわしい先進的で上質なプレミアム表現です。全グレード LED を使ったこの薄型ヘッドランプを装備することで、静観さと
インテリジェントさを合わせ持つハンサムなデザインになりました。また、日産デザインの特徴の一つでもあります V モーションのメッキグリルをダブルへと進化させるとともに、フロントバンパーの豊かな面表現により、小型車でありながらもプレミアム感あふれる外観を兼ね備えているのが魅力です。また、手の込んだグリルパターンは、日本の伝統工芸の組み木からインスパイアされ、まさに日本の風景に溶け込むデザインにしてあります。そしてもう一つの特徴は、キックス E パワーのスタンスの良さです。それは、このリアビューから見ていただくとわかる通り、ワイドなバンパーと突出したリアフェンダーのボリュームにより、ダイナミックなシルエットとともに、タイヤの踏ん張り感によるかっこよさが伝わっていただけると思います。そしてヘッドランプ同様、すべてのグレードにオール LED のリアコンビネーションランプを装備しています。すっきりとしたアウターレンズ越しに覗くこのインナーレンズには、キリコのような細かいパターンをグラデーション加工しており、点灯時にはこのように宝石のようなキラキラと光り輝く光の演出を施しました。さて、次にですね、ちょっとだけ場所を移動させていただいて、バーチャルリアリティ、いわゆる VR システムを使って、キックス E パワーのインテリアの魅力をお伝えしたいと思います。このようなですね、特殊なゴーグルを装備することで、簡単にバーチャル空間での実車体験が可能になりました。このシステムの導入により、デザインの検証もよりリアルな簡単にできるようになりました。飛躍的に進化したと言えます。今日はですね、この VR の中で私が実際に見ている映像をライブで皆さんと共に共有したいなと思います。それではバーチャルな世界に行ってまいります。キックスのインテリアのデザインは、コンパクトカーでありながら、快適性とプレミアム感を兼ね備えた空間づくりを心がけてきました。インストルメントパネルは、外へ向かっていく広がりと、ステッチを施した合皮のラッピングにより、開放的で高級感のある充実したドライビングが楽しめるデザインになっています。その精巧に作り込まれたステッチは、リッチなデザインテイストの本革シートの特徴にもなっています。また、キックス E パワー専用となる電気信号式のシフトレバーは、電動化の雰囲気を感じながらも、自分で操縦する感覚を味わえる、まさにハイブリッドなデザインにしました。そして、パーキングブレーキも電気信号のボタンタイプにすることで、しっかりとしたセンターアームレストを装備し、快適に運転できる嬉しい装備の一つとなっています。そして内装色はこのターンカラーと黒のハイコントラストによるプレミアム感満載な色合いのものと、もう一方では E パワーの静粛性とシックで大人の雰囲気を感じていただける黒内装です。バーチャルリアリティですと、このようにボタン一つでインテリアカラーもご覧の通り簡単に検証することが可能です。非常に便利ですよね。キックス E パワーは日本のお客様に向け本当に最適な車として仕上がったと我々一同自負しております。日産自動車が自信を持ってお届けするかっこいいデザインに仕上がりました。まだまだ話はつきませんが、そろそろ本社の星野さんにお戻ししたいと思います。入江さん、ありがとうございました。日産グローバルデザインセンターからのプレゼンテーションはいかがでしたでしょうか。VR でご紹介したこちらのインテリアですけれども、実際に乗り込んでみると本当に開放感を感じますし、質の高さを感じます。特にこういうステッチなどに、実際に触ってみると、本当にそのこだわり、
質の高さ、よくわかります。入江さん、この日産キックスのデザインで入江さん自身が一番こだわったところはどこですか？はい。一番は何と言ってもですね、若々しく躍動的でありながらも、一つ上の車の所有する喜びを感じていただけるよう、外装も内装もプレミアムな内装に従ってデザインしたところです。皆さん、このキックス e-power をお近くのディーラーまたはウェブサイトでじっくりとご覧になられてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、入江さんありがとうございました。続きまして、キックス e-power の走りの魅力についてお伝えしたいと思います。日産が誇るこの電動パワートレインの e-power ですけど、ご存知の通り、セレナとノートに搭載しておりまして、今、絶大な人気を博しております。今回はその e-power をキックス専用に進化させたものが、搭載されたということで、さらにこれまでの常識が変わります。開発責任者の山本が、日産先進技術センターからそのこだわりをお伝えいたします。山本さん、よろしくお願いします。星野さん、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。キックス e-power 車両開発主管の山本です。本日私は日産の先進技術開発センターに来ています。ここ、日産先進技術開発センターでは、車の電動化や知能化に関わる先進技術の研究開発を行っています。これまで私は様々な SUV の開発に携わってきましたが、e-power 初搭載の SUV を皆様にお届けすべく、これまでの知見をフルに活かし、キックス e-power の開発に挑んでまいりました。本日お伝えしたいポイントは3つ。1つ目は進化した e-power による力強い加速。2つ目は高い静粛性。そして3つ目は快適な室内空間とラゲッジスペース。これらの魅力について詳しく紹介させていただきます。それではまずこちらをご覧ください。これはキックスに搭載される e-power のカットモデルになります。こちらがエンジン。こちらが発電用モーター、こちらが駆動用モーター、そしてインバーター、そして奥に見えるのがフロントシート下にレイアウトされるバッテリーになります。ノートやセレナで大変好評をいただいている e-power は、エンジンを発電専用として 100% モーターで駆動する日産ならではのユニークなパワートレインです。モーター駆動ならではの、力強いレスポンス、力強い加速、静粛性や滑らかな加速、電気自動車同様の楽しい走りをご提供します。先日、スーパー GT 日産系チームのエグゼクティブアドバイザーで、レーシングドライバーのミハイル・クルムさんにご協力いただき、横須賀市にある日産の試乗コース、グランドライブで、事前試乗を行い、その模様をビデオにまとめましたので、まずはそちらをご覧ください。これから加速をテストします。信号からどのぐらいスピードで出られるとかチェックします。はい、これからやってみます。うわ、非常にパワフルですね。わあ、スムーズでもうすぐ100キロ超えましたですね。これから追い抜くこととアクセルレスポンスの確認します。おー、すごくスムーズですね。あー、素晴らしいですね。一緒にスムーズでいきます。OK。これからチャレンジャー。なんか、すごい街の中の狭い道をノーマルモードで走ります。何も特別なモードじゃなくて。はい。じゃあ、やってみましょう。
あ、非常に狭いですね。あ、やっぱりブレーキ踏まないと曲がれないです。おい、で頑張ってのブレーキ踏まなきゃいけない。スマートモードに設定を変更しました。これでワンペダルでいけるかどうか。基本的にスマートモードはアクセルを戻すと車が減速します。さあそのまま走ってみましょう。ああ、すごいですね。減速してくれます。ああ、すごいスムーズにいけるですね。なんか全然、スピードコントロールがしやすいし。あ、山本さん、一つが思ったのは、今50キロより以下走ってるけど、はい、だいたい街の中で、こういうスピードで動くけど、すごい静かですね。ずっと天気でなく走る。あ、はい。今回の、はい、新型キックスはですね、エンジンの作動頻度を下げて、なるべくバッテリーで走れる時間を長くするようにしました。まあ、それによって、今とても静かに走っていると思いますけど、いかがですか？いや、いい。非常に気持ちいいですね。街の中も人に迷惑をかけない。はい。なんか静かで。よし。これから、ワインディングロードのチャレンジ。キックスでワインディングロードでも走れるかどうか見てみましょう。セッティングは、スマートセッティングにしました。やってみます。ああ、すごい。アクセル戻ると、スピードの合わせられるのはすごい楽しい。それより、この、スタビリティはすごく素晴らしいですね。ノーマルモードでやります。ノーマルモード。ワンペダルドライブじゃなくて、どうなるでしょう。ああ、やっぱりブレーキ踏まなきゃいけないです。ああ、これは忙しい。いや、でも、シャシーの安定性はすごいですね。いや、やっぱり、まあ、ノーマルモードでも楽しいけど、やっぱり、ブレーク、アクセル、ブレーク、アクセル、ブレーク、アクセル、今、前のスマートモードと比べると、やっぱり全然比べられないですね。はい、皆様、進化したEBAAの走りはいかがでしたか？プロドライバーのクルムさんからもとても好評でしたが、キックスの E パワーはこれまでに対して出力を大幅に向上しています。それによってレスポンスよく、力強く、滑らかに加速できるのが魅力です。さらに、低速ではエンジンの始動をなるべくしないように制御していて、これまでと比べてもとても静かな EV 走行を楽しめます。それでは続きまして、快適な室内空間とラゲージスペースについてご覧ください。キックスはすごいのは景色ですね。なんか、車じゃないみたいな感じの、全部こうフリーで見える。窓、フロントグラスは非常に広く見えるし、と、ミラーもなんか低い。全体的に何もこう、目に邪魔ならないから、非常に、楽しくて、落ち着いて運転ができる。よく見るのは、遠くまで見る非常に大事なこと、楽しさだけじゃなくて、本当に安全のためとか、あまり熱気くならないよう、ね、に、やっぱりそういう、よく見るのは非常に大きなポイントを思います。はい、それでは新型キックス、室内空間の快適性についてご紹介します。クルムさん、この鉱石を見て、広さ感どう感じられますか？いや、すごく広く見えます。ですけど、僕が一応背が高いから、座ってみます。いつも大体前に座るけど、ちょっと後ろ座ってみます。お乗りいただいて。
おー。すごい。僕が約、ちなみに約83センチ超えてますので、それで頭のスペースがそこまであるのはなかなかないですね。と足のスペースも非常に何も負担がないし、非常に乗り心地がこうすごく気持ちいいですね。運転手がいれば楽ですね。はい、それでは続いてラゲッジ空間の広さについてご紹介します。はい、見てみましょう。クリムさん、いかがでしょうか？おー、広いですね。ちょっとびっくりしました。後ろのシーツがあると、すっごいスペースがあるから狭くなるですね。トランクの方が。これ何ですか？で、こちらはですね、お買い物した時のカバンをかけておくフックになります。左右についているので、細かい荷物の整理に大変便利だと思います。初めて見てましたね。すごいですね。そして、クリムさん、こちらをご覧ください。いや。この、トランクにはこのスーツケースがすべて積むことができる。いや、ないですよ、でしょう。いや、無理やりは、いや、そのまま、やってみましょう。はい。OK。いや。どうだろう。はぁ？お、入りました。ああ、ありがとうございます。すごい。さらに、素晴らしい。バックドアを閉めることができます。びっくりしました。ゴルフ箱もいっぱい入れられるよ。4人で、なんかいろんなね。はい、大人4人で。週末とか大人4人、はい、大人4人が移動できる荷物入れて。はい、素晴らしいですね。いや、ちょっとびっくりです。これ。ありがとうございます。はい、皆さん。室内空間と、ラゲッジスペースの広さをご覧いただけたでしょうか。背の高い、クルムさんでも、十分、評価いただいた功績になりますが、大人の方でもゆっくりくつろいで乗っていただける広い空間となっています。そしてラゲッジスペースは大人4人の旅行も、旅行余裕の、スペースになっております。ここまで走りの良さと、ラゲッジスペース、室内空間についてご紹介しましたが、キックス e-Power には、日産の誇る、先進の運転支援技術をいくつも搭載しています。これがキックス e-Power に搭載している運転支援技術です。高速道路や渋滞時の運転を支援するプロパイロット、緊急時に素早く通報できる SOS コール、後方視界をクリアに保つインテリジェントルームミラーなど、クラストップレベルの先進の運転支援技術がドライブをアシストします。この他にもご覧のような多くの運転支援技術を搭載しています。毎日の運転から遠出まで幅広いシーンでドライバーをアシストします。キックス e-Power はこれまでにない新しい価値をお客様にお届けするために、あらゆる分野のエンジニアが一丸となって作り込んできた車です。毎日の運転でも、たくさんの荷物を積んで、ご家族や友人とドライブを楽しむ。そんな時、今日ご紹介した進化した e-Power による力強い加速、高い静粛性、そして快適な室内空間など、ぜひたくさんのお客様にご体感いただければ幸いです。ありがとうございました。星野さん、お戻しします。山本さん、ありがとうございました。今、クルムさんに体験いただいた、この、進化した e-Power のワンペダル走行、私も走ってみたいと思います。おー、すごくスムースで快適です。こんな本社前の小さな場所なんですけど、本当にワンペダルでブレーキに踏み替えることなく、すごくスムースに走ります。ドライブに出かけたくなっちゃいます。はーい。
よいしょ。はい。さて、オンラインだからこそ、いろんな映像を交えてお届けした新型日産キックス、いかがでしたでしょうか？皆様も、ぜひですね、SUV とこの e パワーの融合にご期待ください。この日産キックスを皮切りに技術の日産は続々と新型車を出していきます。先進的な技術と商品で運転する楽しさ、そしてワクワクを皆様にお届けできればと思っています。どうぞこれからの日産にご期待ください。ありがとうございました。それではここからは質疑応答のお時間とさせていただきます。質疑応答に対応させていただくのは副社長の星野、デザイン責任者の入江、開発責任者の山本に加えまして、チーフマーケティングマネージャーの小木曽も参加させていただきます。それでは小木曽さん、ここからどうぞよろしくお願いいたします。はい、マーケティングを担当させていただいております、小木曽と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。さて、小木曽さん。小木曽さんはマーケティングのご担当ということで、すでに本日発表になりました、新型キックス、事前の情報や告知などをご覧になった一般のユーザーの皆様からのご意見ですとか、期待のコメント届いているかと思います。いかがですか？はい。このキックス e パワーなんですけども、5月中旬にですね、屋外広告を出させていただいたり、本当にポジティブな意見をいただいております。特にデザイン、そして e パワーというところに関しましては、本当にですね、多くの皆様から、ポジティブなご意見いただいております。はい。コンパクト SUV への、新型車の投入ということで、期待されている皆様も多いかと思います。さて、それでは、星野さんも、こちらに到着されましたので、質疑応答を始めてまいりたいと思います。まずは事前にメールでいただいておりますメディアの皆様からのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。たくさんのご質問いただいておりますが、お時間の都合上何点かのみのご回答となりますのでご了承ください。まずは TBS テレビの梅田様からいただいているご質問です。新型キックスは軽自動車を除くとおよそ3年ぶりの新型車の投入となります。先日の決算会見でも新生日産ということで新車を増やしていくことを強調されていましたが、改めて新車投入にかける思いを教えてください。また小型 SUV であることや価格も200万円台ということから、この車は国内市場では販売の主力という位置づけなのでしょうか。このご質問が1点目。そして2点目、同じく梅田様からのご質問です。これまで新車の投入がなかったことから、主にノートのユーザーに対しての乗り換えの選択肢が少なかったと思います。営業の現場は相当苦労されていたと思うのですが、お客様、ディーラーからの新車投入のリアクションは届いていますか？というこの2点ですが、ではですね、星野さんにお答えいただいてもよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。本当におっしゃる通り、久々の日産自動車からの登録者の新型車ということになります。先日の日産ネクストでもお話しした通り、日産自動車これから本当に選択と集中して、日本は日産にとって本当に大事な、市場ですので、ここから着々とですね、しかも本当に日産自動車がこだわった車を、魅力的な車を日本の市場にお届けしようというふうに思っています。これが皮切りになります。SUV、小型の SUV の市場で、世界初の e パワーを搭載しての、登場ということになりますので、この e パワー、電気の走り、それから日産のこの先進安全技術であるプロパイロット、この本当に頼もしい技術をぜひ皆様に体感していただきたいと思っています。値段も200万円台ということで、日産自動車にとって主力の車になるというふうに思っています。はい。はい、ありがとうございます。そして、ノートのユーザーに対しての乗り換えについてのご質問ですね。現場の、リアクション、そしてお客様からのリアクションなどはいかがでしたかという2点目のご質問については、それでは小木曽さんにお答えいただきましょうか。はい。はい、ではお答えさせていただきます。
まず販売現場の皆様からの声なんですけども、本当にですね、私もこの車に乗りたい、この車を買いたいという声が本当に多く届いています。SUV に待望のですね、e パワーということで、盛り上がっているセグメントの中で、我々の一番強いものをですね、ご提供できるということで、本当に期待は高まっております。お客様にとってもですね、今まで e パワー、ノートとセレナで本当にご好評いただいておりましたけども、この SUV にも e パワーのラインナップが加わるということで、ぜひですね、体験いただければというふうに思っております。はい、ありがとうございました。では続いてのご質問です。続いては自動車ジャーナリストの大戸様からいただきました。こちらも2点ご質問いただいております。1点目、キックスは世界戦略車ですが、日本仕様の特徴や専用仕様となる点を教えてください。2点目、e パワーに絞った理由はどんなところでしょうか、というこの2点ですが、こちらもやはり小木曽さんにお答えいただいた方がよろしいでしょうか。はい、わかりました。まずですね、キックスですけども、2016年に発売されて以来、本当に、いろんな国でご好評いただいている車になります。広さですとかデザインというところが好評だったんですけども、日本に導入するにあたっては、やっぱり一番の我々の強みである e パワーを乗せて、投入したいということで進めてまいりました。で、日本のですね、キックス e パワーの特徴なんですけども、海外についていない仕様としては、一つはプロパイロット。二つ目はエマージェンシーブレーキ。そして三つ目は踏み間違い、衝突防止アシスト。これはですね、日本市場の特徴だと思いますので、日本にしかない仕様になっております。はい。そして e パワーに絞った理由はというご質問ですけれども、こちらは、はい、そうですね、e パワーはですね、日産独自のパワートレインになるんですけども、本当にですね、乗った瞬間、踏んでいただいた瞬間にですね、その違いがわかる仕様になっています。日本の市場ではですね、ノート、セレナでもご好評いただいておりまして、ぜひ一人でも多くのお客様にですね、e パワーを体験していただきたいということで、e パワーのみの導入ということになりました。はい、ありがとうございました。では続いてのご質問となります。続いては日刊自動車新聞の福井様からいただきました。こちらも2点ご質問いただいております。まず1点目、発表日までの予約受注台数と販売目標台数はというご質問。2点目、今年度の国内市場の見通し、特にコロナ、新型コロナウイルスが収束した後のですね、市場の見通しを教えてくださいということなんですが、こちらは星野さん、答えできる範囲で。はい、後で、予習とかは、後で、小木曽の方からお話ししますけども、はい、コロナ後の見通しということで、本当にこのコロナっていうのは、我々があまり経験したことのないパンデミックということで、第2回目が来るんじゃないかとか、いろいろ言われてますが、今、とりあえずは、第一波が終わったということで、皆さん何をしたいですかってお聞きすると、やっぱり家族とドライブしたい。どこか、日帰りでもいいから、ドライブして出かけて、楽しみたい。アウトドア楽しみたいとか、そういうようなお声がすごく多いんですね。で、実際、マーケットも、コロナ4月5月でドーンと落ち込みましたけど、今急速に戻ってきています。という、我々は、これが続けばですね、ここから先は、もともと計画していたぐらいの、需要に戻ってくるのではないかな、というふうに期待しています。はい、ありがとうございます。では、小木曽さん、予約の状況などはいかがでしょうか。はい。まず予約の状況ですけれども、本日発表させていただいておりまして、発売日は6月の30日を予定しております。ですので、予約は本当にこれから受付を開始するという状況になっております。で、二つ目の販売台数に関しましてですけれども、今このコロナという状況で、本当にですね、物を作っていくというところもですね、努力していくという必要がある状況ですので、一台でもですね、多くお客様に車をちゃんとお届けをして、乗っていただけるというところを目標に進めております。はい、ありがとうございました。
では、お時間の都合もございますので、メディアの皆様からのご質問は、以上で終了とさせていただきます。なお、このお時間に、お答えできなかった質問に関しましては、後日、ビジブルキット内で、回答させていただく予定となっております。ビジブルキットの URL はプレスリリースにございますので、どうぞご確認をお願いいたします。さて、本日は、メディアの皆様同様、一般のお客様からも各種 SNS でたくさんのコメント、そしてご質問をいただいておりますので、ここでご紹介していきたいと思います。映像をご覧の皆様は、この画面の下側に、お客様からの、コメントが、順次出てまいりますので、一緒に見ていきたいなと思います。本日もですね、たくさんのコメントいただいております。本当にありがとうございます。ツイッターですとか、そして、ご覧の YouTube、Facebook 等でコメントいただいております。来るぞ、いよいよやっとだ。そして、こういう車が、好まれるんだろうなという感じがします。続いてどんどんと、ご紹介、していきたいと思いますが、かっこいい、最近流行っているよな、ああいう車というコメントもいただいてますが、小木曽さん、やはり、このコンパクト SUV、かっこいい SUV っていうのは、すごくニーズがあって期待されてる方多いですね。そうですね、はい。本当に間違いなくですね、かっこいいというのは一番大事な要素の一つだと思います。先ほど入江の方からもですね、プレゼンテーションがあったと思いますけども、日産がですね、自信を持って送り出せるデザインになっていると思います。はい。そして、頑張れ日産という、お声もいただきました。星野さん、嬉しいですよね。ありがとうございます。はい。頑張ります。はいはい、ありがとうございます。いやいや、欲しいんじゃということで、今日きっと映像をご覧いただいて、さらに欲しくなっていただいたかと思いますけれども。さあ、続いての、コメントをご紹介しましょう。続いては、こちらですね。e-Power搭載の新車、すごく気になっています。正直欲しいですということで、やはり電動パワートレインの e-Power に、興味がある方、そして、期待されている方多いと思います。ではですね、ここで、開発責任者の山本さんに少しこの e-Power についてお話聞いてみたいと思います。山本さん、先ほどプレゼンテーションでもご説明いただいていますけれども、やはり e-Power、日産といえば e-Power というイメージをお持ちの方多いと思います。今回さらに、今までの搭載モデルの e-Power に加えて進化した点っていうのは、ここで改めてもう一度ご紹介いただけますか？はい、山本から回答します。Kicks e-Power のシステムは、ノート e-Power に対して出力を約 20% 向上させています。これは、これまでのノートやセナの e-Power をもとに、こちらにあるバッテリーやモーターなどの質制御を徹底的に磨き上げて、高めてまいりました。これにより、レスポンスが良く、力強い走りが可能になっています。また、パワートレインだけではなく、車両としては、静かに走れるように、適切なところに遮音材や吸音材を置いてですね、とても上級な車に感じるよう、車としても、とても静かで走れる、そんな車を作っています。ぜひ試乗いただいて体感いただければと思います。はい。山本さん、ありがとうございました。そうですね。ぜひ実際に乗っていただいて、先ほど星野さんも試乗されましたけれども。すごい静かだったです。そう。はい。e-Power が新しく進化してるっていうのは感じられました。ええ。パワーが、あるなっていうのが、こう、スーって出るっていうんですかね。すごい気持ちがいい。はい。ちょっとすごい小さいとこでしか乗ってないんですけど、はい、今日は。それでも、やっぱり、スーって行きますし、静かだし。はい。もう、で、ワンペダルも最高ですし。うん、はい、はい。ぜひ、皆様ですね、試乗していただきたいなと思っております。さあ、引き続き、皆様からのコメントを、一緒に見ていきたいと思いますが、かっこいいと、いいなというお声がどんどんと続いています。本当にですね、こう、ポジティブな期待、溢れるコメントをいただきまして、ありがとうございます。やはりデザインについてのコメントも、多くいただいていますね。かっこいいなということで、小木曽さん、やはり、これも先ほど言っていた、そのコンパクト SUV のセグメントへの期待感の表れですよね。はい、そう思います。やっぱりデザインもそうですし、あとカラーのバリエーションもそうですし、お客様がですね、自分らしい車に乗りたいというニーズは大変強いと思ってます。はい、ありがとうございます。かっこよすぎるんですけど、というコメントも、かっこよすぎるということでね、先ほどちょっとご紹介できなかったんですけど、もう GTR っぽい、じゃないかなんていうコメントもありまして、やはりこの日産の
フロントデザイン、V モーショングリルと呼んでいますけれども、このデザインがその日産らしさ、そして日産を代表する GTR をイメージさせるということですかね。はい。e-Power の加速は日産車じゃないと味わえないということで、そうですよね。先ほど山本さんからもご紹介ありました。ぜひ乗ってみてください。さあ、デザインは結構いい。結構いい。かなりいい。すごいいい。だと思いますけれども。はい。ありがとうございます。まあ、山本さん、そして、デザインの入江さんもですね、これを見ながら喜んでいるんじゃないかなと思いますけれども、かっこいいじゃないということですね。さあ、他にはどんなコメントいただいてますでしょうか。大きいけれど、鋭いヘッドライトがかっこいい。けど、LED アイラインでないのが残念ということで、デザインの入江さん、ここまでデザインについてかっこいいねというコメント続いておりますが、このヘッドライトの点もちょっとご意見ありますが、どうですか、ここまでのコメントご覧になっていかがでしょうか。いや、本当に反響が素晴らしくてですね、涙が出そうです。ヘッドランプに関しましては、全グレード LED を使った薄型ヘッドランプを、まあ、装備することで、その、まあ、先ほども説明しましたが、静観さとインテリジェントさを合わせ持つ非常にこうハンサムルックな仕立てになったと思います。で、先ほどのあのシグネチャーですが、LED が全部点灯したら、日産のですね、デザインの特徴の一つである、ヘッドライトのシグネチャーになるというのも、この新型キックス e-Power の特徴になっています。はい、ありがとうございます。ぜひその点もですね、実際に車を見て近くで、ご覧いただければと思います。さあ、ということで、皆様からいただいているコメント、順次ご紹介しておりますが、お時間の都合もございますので、すべてご紹介しきれず、大変申し訳ありません。お時間の都合上、ここまでとさせていただきたいと思います。コメントいただいた皆様、本当にたくさんの皆様、どうもありがとうございました。それでは、新型日産キックス e-Power 発表披露会は以上をもちまして終了とさせていただきます。ご覧いただいた皆様、本当に最後までありがとうございました。さて、中継をご覧の皆様にご案内いたします。日産グローバル本社ギャラリーでは、新型日産キックス e-Power の発表を皮切りに、オンラインで皆様にお楽しみいただける日産リモートギャラリーを公開いたします。皆様のご質問に日産 PR スペシャリストがオンラインでお答えする日産リモートトーク、そして新型日産キックス e-Power の魅力をご紹介する日産リモートプレゼンテーションを体験いただけます。詳しくはどうぞ日産ギャラリーのホームページをご確認ください。そして最後に、本日発表しました新型日産キックス e-Power の魅力が詰まったサイトを本日より公開いたします。発表会の映像をはじめ、本日紹介できなかった皆様からのご質問やご覧いただけなかった映像を順次公開予定となっております。こちらもぜひご覧ください。それでは以上をもちまして新型日産キックス e-Power 発表披露会、すべての放送を終了とさせていただきます。本当に長時間にわたり皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回発表会、そしてイベントでお会いしたいと思います。ありがとうございました。